こんにちは、渡辺京子です。ギターお悩み相談所。ボーイのオンリーの弾き方をシリーズものでお伝えしているつもりです。これね、ジムノペリーという曲です。エリック・サティという方が作曲したやつなんですけれども、眠くなりますよね。はい。さて、今回もコードの話です。ね、頑張りましょう。もう眠くなるから嫌だって、もうちょっとです。あとちょっと覚えれば、とりあえず世の中の曲に出てくるコード、大体覚えたことになりますんで、これだけ種類があるんだよっていうのはね、理解できると思いますんで、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。寝るなよ、もう。はい。前回までダイアトニックコードっていうのをお伝えしました。出てきたのはメジャーコード、マイナーコード、そしてマイナーフラットファイブというコードですね。で、それぞれに役割を。そのメジャーコード、マイナーコード、マイナーフラットファイブ。これは言葉に置き換えると、楽しいです悲しいです不安ですっていう言葉で言ったらもうなんかズドーンって言ってるような感じなんですよね。それをもっとオブラートに包んだような感じで、今日は天気が良くていい気分だな。とか、ちょっと憂鬱だな。とか、不安だろうみたいな、もっと味付けをする、そういうことです。その味付けをするための音、実は1音足すんですけど、メジャーコードに1つの音を足します。この1つの音を足すことでおしゃれになったりするわけなんですけれども、その足す音、ルールがあります。そのルールについてお話しします。はい、どういったルールなのか、とっても単純です。メジャーコードのこの1個飛ばしでこう和音を作りましたよね。これにもう1個飛ばしてこの音、これ足しちゃえ、あれ、ほら、なんかおしゃれじゃないってなったんですよね。おしゃれだなこれ。よし、じゃあ次のコードも1個足してしまおう。そして次のコードも、おやおやおや、これいいね、これいいじゃない、これいいんじゃない、あ、いいね、これも、そしてこれもいいな、おお、これいいなと思ったのかどうか知りませんけれども、この番号で言ったら1,2,3,4,5,6,7 番目、7番目の音を足します。7番目の音を足すってことなんですよね。なのでこれらのことをセブンスコードって言うんだけど、なんとかセブンスっていう言い方をします。皆さん初心者が知っておいてほしいのは3つあります。1つ目はただのセブンス、2つ目はメジャーセブンス、3つ目はマイナーセブンス。この3つ、これは覚えておいた方がいいです。で、その違い、何が違うのか、これからお話しします。この7番目の音なんですけど、1,2,3,4,5,6,7
っていう風に下から数えると数えにくいんで、1オクターブ上の音どうだったらと、ここですね、1オクターブ上のルートになる音、そこから数えた方が数えやすいです。7番目の音、普通の7番目の音はルートの音から半音下がった音、ここです。これを超7度って言います。メジャーセブンス。そしてルートから1、2半音2個分、全音1音分っていう言い方をするんですけど、1音分下、1音下、これを単7度って言います。マイナーセブンス。この名前を覚えてくださいね、まず。それでこうやって間一個飛ばしでコードを作っていきました。ね、一つずつ見ていきましょう。これまず1番目のコード、ここですね。で、これはドミソ、ドがルートです。そのルートから一個下、半音下、半音下の音が出されています。で、これはメジャーコードに半音下の7番目の音、メジャーセブンス。メジャーコードにメジャーセブンスの音が付け足されています。なのでこのコードのことをメジャーセブンスコードと呼びます。次のコード、2番目、これ、これは Dm、 D がルートになります。 D ここですね。それに対して足してる音はこの音です。7番目のところで、 D から数えたら1、2、1音下ですね。半音半音で1音下なので、ここは単7度ということになります。D のマイナーコード、要するにマイナーコードに単7度を足してます。マイナーセブンス。なのでこれはマイナーセブンスコードと言います。あー、なるほど、単7度、マイナーセブンスを足すからマイナーセブンスなんだと思った方、それはちょっと違うんです。この単7度、マイナーセブンス、コードの世界ではセブンスと言ったら単7度の方を言います。単7度の方をセブンスと言って、超7度の方はメジャーセブンス、そういう風に使い分けをしています。ややこしいね超7度がセブンスでいいんじゃないのって思うんです、思ったんですけど私。でもコードの世界ではこの単7度の方を普通にセブンスって呼びます。これは後から出てくる G7 の時にお話ししますが、要するにマイナーコードに単7度、セブンスの音を足すのでマイナーセブンスっていう風に。あれ、じゃあもしかしてこうマイナーコードにメジャーセブンス、こういうコードもあるんじゃないの。でも名前がマイナーメジャーセブンス、マイナーなのかメジャーなのかよくわかんないね。これはあります、あるんです、あるんですけど、いろんな曲の中で出てくる頻度っていうのはあんまりありません。めったにお目にかかれません。なのであんまり気にしなくていいかなと、初心者のうちはですね。そういうのはありますよっていうのは覚えておきます。次の Em にこの音、 D から1音下なので、これも Dm7 と同じで Em7。 次 F、 4番目、 F のメジャーにこの7番目の音が出されています。で、 F から半音下なのでメジャー7、F メジャー7ですね。その次5番目、 G に
7番目の音を足してます。これはルートの音 G から数えると1音下、半音半音で1音下ですね。でこれは G のメジャーコードに単7度が足されています。で先ほどお話した通り単7度がただのセブンスっていう言い方をします。コードの世界ではね。なのでこれは単なる G7、 そういうことない。次の Am Am に A の1音下のこの音が足されますんで Am7。 そして最後そうですね、 B のマイナーフラット5に単7度、ルートの B から数えて1音下、単7度を足してます。 Bm7 フラット5という名前になります。さあここで出てきましたメジャーセブンス、ただのセブンス、マイナーセブンね、この3つこれを覚えてください。で違いはメジャーコードに長7度を足したのがメジャーセブンス、メジャーコードに単7度を足したのがセブンス、マイナーコードに単7度を足したのがマイナーセブンス、この3つね。そしてもう一つマイナーコードに長7度を足したマイナーメジャーセブンスというのもありますけど、これはめったにお目にかかりません。そして7番目のコード Bmfb に単7度を足した Bm7bb、まあ、これもよく出てきますんで、これはマイナーセブンスという感じで考えてればいいかなと思います。というわけで、こういうおしゃれコードね、こういう。というかですね、今日悲しかった。でもね、明日を夢見て生きていこう、みたいな感じよりも、今日叱られて切なかったなぁ。でも、みんなに慰めてもらって、明日、また、希望を持って楽しみながら生きていこう。なんかね、そんな感じでこうちょっと一味なんか単刀直入に言うよりもなんかこうオブラートに包んだような感じで、おしゃれな感じで大人の音楽みたいな、そういうのができます、ね、ポップスなんかはもうこういうのもしょっちゅう使われてますし、ジャズはもうセブンスを使うのは基本ですけど。なので、そうですね。これはもうぜひ覚えてほしいなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。このね、メジャー、マイナー、そして、メジャーセブンス、セブンス、マイナーセブンスと出てきました。で、あとちょっと、あとちょっと初心者のうちに知っといた方がいいかなっていうコードがあります。これは本当に味付けとか、何々と何々みたいな接続詞みたいな。そんな感じ。こうなってこうみたいな。そういう接続詞みたいな。そういうコード。そういうコードがあります。それでコードの話は最後にしようと思います。皆さんの睡眠学習も次回が最後です。次回の、残りのコード。それをお話しした上で、今度ギターではそれをどうやっていくんだっていう話を、その次にしていきたいと思います。またお会いしましょう。この動画、良かったって、良かったなって思える方だけでいいです。グッドボタン。そして、次回もちょっと睡眠のために使おうかなって思っている方はもうチャンネル登録、していただければなと思います。では、またお会いしましょう。4番目がサスティーンっていう意味なのかどうかよくわかりませんけど、こう日々のちょっとした幸せに気づいて楽しみ